で何が嬉しいかってね、唐揚げを扱う店舗になったんですよね。東口の場合は唐揚げ扱ってなかったんでね、これが嬉しい。吉野家の唐揚げね、実は美味しいんですよね。吉野家はまあちょっと高いんですけど大きいです。うわ、来ました。こんにちは、そしてこんばんは、のみすけ調理師のおしょぶーです。いつも見ていただいてありがとうございます。今回の動画ではいよいよ2024年9月28日吉野家垂水駅西口店がオープンしましたので、その様子をお伝えいたします。西口改札から徒歩1分かかりません。とっても便利ですね。やってまいりましたよ、垂水駅。本日からの吉野家西口店でございますね。まずは乾杯ですね。視聴者様に乾杯、視聴者様に幸あれ。吉野家のグラス可愛いですな。いやいや、何が嬉しいってね、垂水人ならもうご存知だと思うんですけど、もともと東口にあったんですよね、東口店が。それがまあ耐震工事とも一旦閉めて、耐震工事が終わった。もともとはこの天ぷら天丼の店屋の跡ですね、そこに移ってきました。で、何が嬉しいかってね、唐揚げを扱う店舗になったんですよね。東口の場合は唐揚げ扱ってなかったんでね、これが嬉しい。吉野家の唐揚げね、実は美味しいんですよね。まあね、唐揚げね、すき家にもあるんですけども、すき家は安いけど小さいよね。吉野家はまあちょっと高いんですけど大きいっす。うん、肉汁がいます、うん、うん、マジやな。何、唐揚げ屋の唐揚げ裏越し。ベースは和風味でそんなにきつくないけど、生姜が効いてる。うん、肉汁映ってますかね。ビールは最高やね。はい、そして私の得意技、ポテトサラダにママドレッシング。まあちょっとね、積み滅ぼしな感じで野菜も食べろみたいなね。
牛丼といえば吉野家なんですよね。でつゆだくで温玉で紅生姜と、まあ私もツイッターの中で紅生姜ねもういっぱい申していますけど、まあ好みの問題ですけど、まあ私はこの程度かなと。いやー久々にたるみで吉野家の牛丼食べれるの嬉しいな。どうあーいいですね。生卵もいいんですけどね、半熟卵もいいんですよね。いやいや、いただきます。うん、これこれ、この味がたるみに帰ってきましたよ。安心安定の吉野家の牛丼の味やね。あーごちそうさまでした。今回は多分駅の近くで飲めるお店のシリーズということで、新しく2024年9月の28日に登場いたしました多分駅の西口店ですね、吉野家でご紹介しました。とてもまあ綺麗なお店になってるし、唐揚げ巻きとか天ぷらになってるし、綺麗で便利なのでぜひご利用ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。